きゆうなは勇者である。かなゆいのきらめき、勇者部活動報告、うん、続いてはこちら、ゆゆゆい4文字作文。このコーナーではゆゆゆ関係ではおなじみらしい、うん、あいうえお作文の4文字バージョン、さらにゆゆゆいというちょっと難しい制限で難しいリスナーさんから作文を募集していきます、はい、テーマは何でも OK。 例えば、まあ、ゆうなへの愛の気持ちをゆゆゆいにしてみましたとか、うんうん、お母さんの身に起きたことをゆゆゆいにしてみましたとか、本当に何でもOK なんです。だって U が3つあるからね。そうなのよ、はい、U から始まなきゃいけないんだよ。そんなにないでしょ U がすごい大変な感じにはなってるんですけど、うん、で今回1回目なんですが、メールが届いているということで、ね、すごいたくさん。高すぎるよみんな。もうありがとうございます。すごい勇者部員の皆さん、ありがとうございます。なので早速紹介していきたいと思います。はい、ペンネームりんご大福さんからいただきました。あ、美味しそう。ゆゆゆいの良さについてゆゆゆいに整えてみました。ゆゆゆいのゆ、ゆるいギャグが盛りだくさん。せーの、ゆゆゆいのゆ、ゆり展開もあるよ。そしてせーの、ゆゆゆいのゆ、友情と愛情、絆が紡ぐ物語。せーの、ゆゆゆいのいい、いい作品です。最後がいい、全部ひっくるめていい作品ですよっていうの。すごい最後の、そうなんだよ、すごい爽快感がすごいいい作品です、いい作品です、まとまりがすごいこれはいい使い方です、ね、全てわかりますでもな、何挟んでもこれで確かに落とせる作品ですって全部これで落とせるね。言うていい作品です。でもすごい湯の使い方が全部違くて ね素敵。そしてさ、今更ながらこれゆいゆいのゆって合わせるの難しいゆゆゆいが揃わないですね。くんこれせーのありがとう。ちょっとせーの入れてみました。なんて合わせやすい、ちょっとね初回なんで探り探りやってリモートですね。そうそうそうリモートだから、うんうん、そう素敵な文章だった、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。え、じゃあ次いきましょうか。いきます。うらる部員さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。このラジオについてのゆゆゆい、せーの、ゆゆゆいのゆ、勇者部活動報告復活。せーの、ゆゆゆいのゆ、ゆみさんからカッターに。せーの、ゆゆゆいのゆ、ユーフォニアムのアニメの主人公の人からミックに。せーの、ゆゆゆいのい、いやー本当に楽しみです最後ちょっと待ってください。あの意義あり、いろいろちょっとなんか出てきたな。まあでもそうですね、確かにユーミンからカッターに。そうですね、ユーミンからそしてふんふんのアニメのしトモヨちゃんからね、さんからミクちゃんになり、なり、そしてパルニャスからパルニャスに、うんうん、パルニャスは変わらず、ね、変わらずパルニャスさんでえ、ミクちゃんとトモヨちゃんって同い年。あ、そうなんですよ。そうなの、うん、同い年なんです。そうなんだ、同い年で受け継いできました。ミクっていくつになったの。私23です。あ、はぁ、23。そうですよ、エリコさんに会った時も10代だったから、ね、そうそう、初めて会った時だって制服だったんだよ。そうなんですよ。そっか、トモヨちゃんも制服だったよ。あ、そうなんだ。トモヨちゃんはちょっとそれより後に会ったから。あ、そうなんだ。そうそう、もう大人な感じが。うん、まあ、トモヨちゃんはね貫禄があるからミクちゃんもどんどん来てよ、ね、どんどん来ていいよ、なんかトモヨちゃんぐらいトモヨさんのトモヨさんの感じをじゃあちょっと勉強してトモヨちゃんはねこう壁がないんだよ。あ、確かにね。そうそうそう、壁があるみたいに言わなくてよしっかり壁があるみたいな。リモートのこの画面の壁かな。そう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 、これをバーンって超えてきちゃってよバーンってじゃあそうそうそう気持ちを届けよう。全然なんかもうタメ口でもいいし、私タメ口で。じゃあパルニアス。おーおーおいいよ。え、全然いいよ、パルニアスでいきます。パルニアス、おー来いや、いいよ、来いや戦うみたいな。やっぱちょっと戦うんだよな、ちょっと戦うんだよな。バシバシのラジオだからなんちゃってるの。じゃあ次行っていいんですかお願いします。どうぞ。はい、こちらペンネーム
コバさんからいただきました。ありがとうございます。やってほしいセリフパートをゆゆゆいにしてきました。お、せーの、ゆゆゆいのゆうかっこ勇気ゆうなと、せーの、ゆゆゆいのゆうかっこ高島ゆうなと、せーの、ゆゆゆいのゆうかっこ赤峰ゆうなの、せーの、ゆゆゆいのいい椅子取りゲーム。え、椅子取り合ってたっていう。え、そうなの。椅子取りゲームだったか。そうだったの。え、あそこ仲良しだよ。あそこ仲良しでしょ。シンパシーもあるだろうしね。あ、でも確かにこの間の、うん、ついこの間やった生放送があったんですけど、そこであのおなじみの朗読劇というか、ちょっとボイストラマみたいなのやって、うん、私3役、うん、あ、いちえ、なんて言ったらいいの、いや、いやいや、まあ、ゆうなが3人いたのよ。そうそうそう、うん、ゆうなが3人いて、で3人のセリフで、いつもだったら声を合わせたいところなのに今日はできない、変だなみたいなのがあったんですよ。その確かに椅子取りゲームは多少あるのかもしれない。そうだね、誰から行くっていうのはあるよね。大変そう。結構、あ、確かに運動会イベントとかで、うん、あー椅子取りゲームやってほしいね。やってくれるかもしれない。ワーキャー行ってる時誰が誰だか分からなくあ、頑張ります。ちょっとね、めちゃめちゃ似てるからね。そう、なんでだろうね、なんで似てる、なんで似てるんだろう、なんで似てる。こんなやっぱ名前が同じだと似るのかな。そうかもしれないね、確かに。お、じゃあ、はい、ラストいきますか。はい、私かな。うん、いきますね。ペンネーム水風船さんからいただきました。ありがとうございます。最近ちょっとだけ勇気を出したことをゆゆゆいにしてきました。うん、せーの、ゆゆゆいのゆ、勇気を出すんだ。せーの、ゆゆゆいのゆ、ゆっくりなんてしてられない。せーの、ゆゆゆいのゆ、ゆけ、このタイミングだ、口を開け。せーの、ゆゆゆいのいい、いりません、ビニール袋。言えたえ、かわいい。え、これコンビニの話。素晴らしい。コンビニとかスーパーとか今、うん、そうですよね。そうだね、エコだしさ。そうだね。ねえ、ちょっとビニール袋も有料化しますからね、うん、全部一律。でもなんとなく自分のバッグとかが大きかったら、あ、大丈夫ですとか、うんうんうん、女の子はね結構言えるけど、大きいけど、男の子はバッグ自体持ってない時もね、なくてあるもんね。結構勇気がいるんですかね。確かに、え、いらないんですかみたいなそんな店員さんがいらないんですかどうやって持つんですかみたいな言われちゃうかもしれないのか。もう全部ポケットに入れるしかないです。そっか、いかな。おにぎりもペットボトルも全部ポケットパンパンになりますね。夢のポケットに入れてもらってじゃあちょっとさ、あの軍事用のいっぱいポッケがついてるいろんなところからちっちゃいお菓子とか出てくるみたいな。すごい、いいね、ほら、アメちゃんだよみたいないやでもすごい可愛い、可愛い作文だったね。すごい、はい、それぞれ皆さんの味がめちゃめちゃ出ていた、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今週は以上となります。こんな感じでいろんなテーマでゆゆゆいの4文字作文を送ってください。以上、ゆゆゆい4文字作文でした。勇気ゆうなは勇者である花ゆいのきらめき勇者部活動報告、そろそろお別れのお時間です。はい、この番組では私たち3人への質問、各コーナー宛てのお便りを募集しています。メールアドレスはすべて小文字でゆゆゆいアットマーク温泉ドット AG YYYI ですよ。皆さんお間違いのないように YYYYYY。 はい、またこの番組は各週金曜配信となります。うんうん、次回の配信日は6月19日です。ぜひ聞いてください。ということで、ゆゆゆいラジオ第1回の放送はいかがでしたか。いや、もうパルニャスとミックの壁が、ね、はい、壁をちょっと壊れて壊さないといけないということが判明したので、しまった、そんなつもりじゃなかった。そんなつもりじゃなかった。まだ1回目ですから。そう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 、1回目は壁があってもしょうがない。こっからこっから違います。こっからどんどん仲良くなって、うん、いけたらなって思ってるという、え、嬉しい次第です。楽しみだな。なんかパルニアスとミックがどこまで仲良くなるのか私は個人的にすごいワクワク。え、カッターの立場は何なの。私はほら傍観者。そうだよ、一緒に行こうよ。リスナー目線で。
で、なんでだよ、中をねこう深め合うのを眺めるから眺めてもらってでもそっか、カッターはもともとそれぞれと交流があるのだもん ね、 ね、そう、バルニアスとはあのこの前生放送が初めましてだったから、え、今日2度目まして、2度目ましてなんですよ。嘘嘘嘘、そうなんです、2度目まして、もうエンディングだけど、ほんと終わっちゃう、終わっちゃうよ。いや、ミックにはね素質があると思う。素質あります、そんな、バルニアスについていく素質があると思うの、ついてこいや、頑張るぞ頑張るぞ、来いや来いや、はい、楽しみですね、これからが、よろしくお願いします。それではもうそろそろお時間なんですね、うん、あ、ここまでのお相手は赤嶺有名役の照井遥香と、ミルクレンゲ役の伊藤美久と、桐生静香役の松井恵理子でした。次回もなるべく諦めない。この番組はプロジェクト 2H 角川の提供でお送りいたしました。